第三軍の旅順への前進第三軍による旅順包囲攻撃準備中の日本軍砲撃によって生じた黄金山六石横の火災旅順行為戦8月19日の1905年1月1日とは日露戦争においてロシア帝国の旅順要塞を日本軍が攻略し陥落させた戦いであるロシアは1896年のロキヨシツ役の後 1898年に、両党半島を咀嚼し、旅順口を太平洋艦隊の主力艦隊の根拠地とし、港湾を囲む山々に、本格的な永久要塞を建設していた。日本は、予期される、日露戦争に勝利するためには、日本本土と朝鮮半島及び、満州との間の補給路の安全確保が必要であり、 朝鮮半島周辺海域の制海権を抑えるために、旅順艦隊の完全無力化が不可欠とみなしていた。また、旅順要塞に立てこもったロシア陸軍勢力は、満州南部で予想される決戦に挑む日本軍の背後に対する脅威であり、封じ込めもしくは無力化が必要だった。このため戦前より、陸海軍双方で、旅順への対応策が検討された。 旅順艦隊を完全に無力化する方法として、対別して、旅順要塞の陥落、大光警艦法による撃沈、旅順校永久封鎖が考えられた。海軍側は、独力で、旅順艦隊を無力化する方針をとり、第1段階、郊外奇襲、第2段階、航行封鎖、第3段階、 郊外からの間接射撃によって、郊内の艦艇を撃沈という作戦計画を立てた。これに基づき1903年の夏には、間接射撃のための試験射撃を行った。陸軍側は、参謀本部が、満州構成作戦の研究を1902年より、始め、その中で、旅順工場を佐藤光次郎少佐が担当した。 1903年11月頃の参謀本部内の意見は、兵力の大部分を両洋方面へ北進させ予想される大決戦に集中させ、旅順は一部の兵力による封鎖監視に止めるべきとの考えが大勢だったが、佐藤少佐が攻略の必要性を主張し、研究は続けられた。 1903年12月30日に陸海軍艦で海戦に関する協議が行われた。旅順郊外に停泊している旅順艦隊に対する奇襲を優先すべきとの海軍側の主張と臨時韓国派遣隊の派遣を優先すべきとの陸軍側の主張とが対立したが陸軍が譲って海軍案に決着した。 海軍は独力による旅順艦隊への対処を厳明していたが、陸軍はその後も旅順工場の研究を進め、1904年1月、陸軍参謀本部による計画案がなり、陸軍省に所要資材の紹介がなされた。海戦後、海軍は郊外機襲と高行閉塞作戦を実行したが、不十分な結果で終わり、旅順艦隊の戦力は保全された。 2月末頃から、ウラジオス特殊二王艦隊が活動を始めたが、第三艦隊を、津島防備に置いたまま、海軍主力による航行の閉塞を目的とした、作戦は続けられた。陸軍は3月に入っても、封鎖監視で十分であるとの考えがまだ残っていたが、最終的には、3月14日、二個師団を持って、工場を行う決定を下した。作戦目的は、 地上より、旅順要塞を攻略し、北上する日本軍主力の後方を安定化するとした。海軍は、第2回閉塞作戦を3月27日に、実行したが、不成功だった。しかし4月に入っても海軍は独力による、旅順艦隊の無力化に固執しており、4月6日の、大山岩尾参謀総長、小玉玄太郎次長と、 海軍軍令部次長伊集院五郎との合議、議決文に陸軍が要塞攻略をすることは海軍の要請にあらずという一文がある。また海軍は12から13日に嫌いを付設した。4月終わり以降は第2艦隊を第3艦隊と入れ替え、旅順方面の海軍戦力は減少した。ロシアは5月にバルト海に所在する。 艦船軍の極東派遣を決定、発表した。もしもこれが未だ健在の旅順艦隊と合流すれば、日本海軍の倍近い戦力となり、朝鮮半島周辺域の政界意見は、ロシア側に奪われ、満州での戦争継続は絶望的になると考えられた。5月3日に第3回閉塞作戦が実施されたが、これも不成功に終わった。5月9日より、 日本海軍は、旅順高校近くに戦艦を含む艦艇を有力させる直接封鎖策に転換したが、主力艦が張り付かざるを得なくなり、増派艦隊への対応が難しくなった。15日には当時日本海軍が保有する戦艦の6隻のうち2隻を食らいにより失った。日本軍としては、増派艦隊が極東に到着する前に、 旅順艦隊を撃滅する必要に迫られ、海軍は、この頃陸軍の旅順参戦の必要性を認めざるを得なくなった。このような経緯に加え工場の準備は、複雑なため、第三軍の編成は遅れ、戦闘序列は5月29日に発令となった。軍司令部は、東京で編成され、司令官には、 日清戦争で旅順攻略に参加した野木マレスケ大将が参謀長には法術の専門家である伊地知光介少将が任命された。軍参謀らには開戦後に海外赴任先から帰国してきた者が加わった。軍司令部は6月1日に本堂立ち8日に大連に到着した。第三軍の主力としてはすでに金州城攻略戦を終えて 主戦場と目される、満州南部へ北進する、第二軍から二個師団が抽出され、当てられた。6月20日に、満州軍が設置され、第三軍もその下に入った。第三軍の使命は、速やかに要塞を陥落させ、兵力を保全したままその後に、第1.2軍に合流することだった。旅順に残る清時代の沿岸砲大旅順要塞の構造は、 要塞防衛線及び全進陣地から構成される。旅順は、もともとは、新国の軍港で、ロシアが、市中に収めた時点である程度の諸設備を持っていた。しかし防御施設が旧式で、地形も不利な点を持つことを認識し、強化に着手した。1901年より開始されたこの工事は、当初は下術する203工地や大古産画も含めた。 十分に広い範囲に、要塞防御線を設置し、守備兵2万5000を常駐させる計画だった。しかし、予算不足で防御線の規模は縮小され、常駐の守備兵も1万3000位に変更された。この要塞防衛線は、港湾部に、す杉、要塞を包囲した敵軍の重砲は、 防衛線内の砲台から狙われない安全な位置より港湾部を射程距離内に収めることができた。また地形上、防衛線外の大古山や203高地、南山破山などから港湾部の一部もしくは全域の断着観測ができた。そのため開戦後にはそれら防衛線外も全身陣地や全小陣地を設け防御に努めたが、本質的に完全ではなかった。 また完成は1909年の予定だったので、1904年の日露海戦により未完成のまま戦争に突入することになった。これら全勝陣地は、第7師団長、ロマン・コンドラチェンコ少将の勢力的な強化工事が施された。要塞の配置、規模はとなっている。防衛戦外の全身陣地は、 西方に203高地近辺所陣地、北方に水師栄近辺所陣地、東方に大小古山所陣地を整備したが未完成だった。要塞の守防御船はコンクリートで周囲を固めた半永久保類八8個を中心に保類九9個、永久放題6個、革面保4個とそれをつなぐ残豪からなりあらゆる方角からの攻撃に備え、 第二防衛線内の最も高台である防台には、砲台を作り支援砲撃を行った。さらに突破された場合に備えて、捕類と残豪と砲台を連ねた、小規模な複角が、旅順級市街を取り囲んでいた。海上方面も220門の下砲を砲台に、配備して、艦船の接近を妨害するようになっていた。海戦時、 ロシア軍が満州に配備する戦力は6個手段であったが、その3分の1に当たる2個手段約3万名が旅順及び大連地域に配備された。これに、要塞固有の守備兵力、工兵、要塞砲兵なども含め最終的に4万4千名が立てこもった。ロシア軍では、この要塞を含めた地域一帯を防衛するロシア関東軍が新設され、 軍司令として、アナトーリー・ステッセリ中将、旅順要塞司令官に、コンスタンチン・スミルノフ中将が就任。守備部隊として、東、シベリア第7狙撃兵士団と、同第4師団このほか、東、シベリア第5狙撃兵連隊や要塞砲兵隊、騎兵、工兵など、総勢4万4000名、下方436門がこもっていた。日本海軍は、 独力で、旅順艦隊を無力化することを断念し、1904年7月12日に、伊藤助行海軍軍令部長から山形有友、参謀総長に、旅順艦隊を、旅順港より追い出すか壊滅させるよう正式に、要請した。その頃、第三軍は、6月26日までに、旅順外援部まで進出した。6月31日、 大本営からも陸軍に対して、旅順要塞攻略を急ぐよう通達が出ていた。しかし陸軍は、旅順要塞を攻略する方針を固めることが遅れたため、情報収集が準備不足だった。ロシア軍の強化した要塞設備に関する事前情報は、ほとんどなく、第三軍に渡された地図には、要塞防御線の前にある、前進陣地が、 全く記載されていなかった。防御線でも二竜山、東景観山竜朧は、臨時追記と書くなど語気が多かった。こうした中で、要塞攻略の主軸を、どの方向からにするかが議題となった。戦前の頭上研究では、平坦な地形の多い西正面からの攻略が有利で、あると考えられていた。しかし、第三軍司令部は、 大連上陸前の事前研究によりその方面からの攻略には敵陣地を多数攻略していく必要があり、鉄道や道路もないので工場法などの部隊展開に時間を要し早期攻略できないと考え、東北方面の主攻に方針変更した。しかし新たに参謀本部次長となった長岡外史や満州軍参謀、井口翔五らが西方主攻を支持し、 議論となる。ただし、この主公の選択はあくまで要塞攻略の主軸をどの方面にするかの話であり、後に出る203高地攻略とは別の議論である。結局この議論は、第三軍司令部が現地に到着する7月頃まで持ち越される。その頃、第三軍は6月26日までに旅順外縁部まで進出していた。七月三日、 コンドラチェンコ師団の一部が逆襲に転じるが残酷に、待ち構える日本軍の反撃に撤退した。その後第三軍に、第九師団や交尾不評第一両団が、相次いで合流し戦力が増強された。この後の義は懸案だった、主攻方面を、要塞東北方面と決定した。この理由には、下記があった。要塞の使命を制する膨大は、東北方面にある。 防台は第二防衛線内で最も標高が高く、その砲台はロシア軍支援砲撃の要であり、旅順港を呼び、市街地もすべてを見渡せる。西方主攻を行うには適前に暴露した平地を移動して危険な部隊展開せざるを得ない鉄道も、工場砲などの方を移動できる道路もないので、砲兵展開が難しい203高地や、 ナムサンハさんなどの前進陣地が多くあり、それらを制圧後2トル前進した上で、要塞防御線攻略着手となるので時間がかかる。準備を整えた第3軍は7月26日、漁順要塞の初前進陣地への攻撃を開始し、主目標はそのうちの東方の大古さんとした。3日間続いた戦闘で、日本軍2800名。 ロシア軍1500名の死傷者を出し、30日にロシア軍は大古山から撤退した。この頃野木は、来たるべき総攻撃の期術を決断し、増援の砲兵隊の準備が整う、予定の後の8月19日とした。8月7日、黒井定次郎海軍中佐率いる海軍陸戦受砲隊が大古山に観測所を設置し、 旅巡航へ12センチ砲で砲撃を開始。9日9時40分に戦艦レトウィザンに命中弾を与え、浸水被害をもたらした。8月10日、ロシア旅巡艦隊に被害が出始めたことで、艦隊司令ビトゲフトは極東総督アレクセエフの旅重なるウラジオストクへの開港命令に従い、旅巡航を出撃した。海軍側が陸軍に要請した。 旅順艦隊を砲撃によって、旅順港より追い出すことは、これによって達成された。しかし同日の公開回戦では、日本連合艦隊は二度にわたり、旅順艦隊と砲撃戦を行う機会を得つつも、駆逐艦の一隻も沈没せしめることなく、白母に至り見失った。旅順艦隊は、旅順港へ帰還した。帰還した艦艇のほとんどは、上部構造を大きく破壊され、 戦闘力をほぼ喪失し、旅順航の設備では修理ができない状況だった。最も損害が軽微だった戦艦セバストポリだけは外洋航行可能にまで修理された。帰還後の艦艇は大古山から観測されないよう狭く浅い湾内東部に停泊させた。総攻撃を前に第三軍は軍司令部を 山木寿棒から法を三東南高地に進出させた。さらに段山後東北高地に戦闘指揮所を設け、戦闘の状況を逐一把握できるようにした。ここは、激戦地となった東鳥間無利山歩類から3キロという場所で、しばしば敵団に見舞われる場所であった。以降、後為戦は、主にここで指揮が取られることになった。8月18日深夜。 第三軍各士団はそれぞれ目標とされる敵陣地の射程圏ギリギリまで接近し総攻撃に備えた。翌8月19日、各正面において早朝より準備射撃が始まる。当初は、ロシア側は日本の砲兵陣地の位置を正確に把握できておらず、反撃も散漫だったが、やがて本格的になり、この日は両軍合わせて500門の火砲が撃ち合う。 激しい戦闘となった。野木も午後1時に総大港の236高地に上り、戦況を視察した。ロシア軍では、この砲撃で、松木山、二流山、万竜山、東警官山、昭安市、白銀山、膨大の各捕類、砲台に大損害が出ており、東警官山第二捕類では、弾薬庫が爆発し、守備兵が全滅し、二流山捕類では、 主要火砲の6インチ砲がすべて破壊された。こうした光景を目の当たりにして、日本軍前線の将兵の士気は大きく高まったという。2日間の砲撃戦の後、21日に、第3軍は、総攻撃を開始した。第1師団の攻撃総攻撃開始に先立つ19日午前6時、友康智延少将率いる、後備不評第1旅団は、 目標の大板岐小山に攻撃を開始した。一部が敵前至近距離に迫ったものの猛烈な反撃を受け撃退された。夜半になり、夜襲を仕掛けるも戦況は好転しなかった。20日には、不評、第二旅団機関の左翼隊は、水死へ港高地までは順調に進んだがここで敵の抵抗に合い、それでも水支援の一部と、 道西溝の猛攻の末22日に占領。夜半には93高地を野襲で奪取した。明けて21日、師団長の松村無本中将は、司令部を高崎山に移す。不評第一旅団機関の中央隊が第一師団の攻略目標である南山破産及びその北端の八巻山を総攻撃。22日までに、 さしたる抵抗もなく占領するがまもなく激しい、逆襲が行われ白兵戦が幾度となく展開された。日本側は、増援を送ろうにも八巻山へ至るには、敵の寺寺港北方陣地の麓を通らねばならず、占領部隊への増援、補給は至難だった。補給船の確保も失敗し兵士たちは補腹前進で、弾薬や領食を運ばなければならなかった。 第9師団の攻撃第9師団でも、不評第18旅団機関の右翼隊が19、20日と、龍眼北方歩類へ攻撃を開始。しかしこの方面は、攻撃側が身を隠すような草木もなく、付近の砲台から、集中射撃を受けて、大損害を被る。21日、左翼隊の不評第6旅団が、万竜山南北の歩類に攻撃を開始。 敗下の不評第7連隊では3人の大隊長のうち2人が戦死し、ついには連隊長、大内守正生佐自らが先陣を切って突撃するも28発もの銃弾を浴びて戦死するほどの激戦となった。一個少将は不評第35連隊を増援に送るが失敗し、先月30日に戦勝で交代したばかりの連隊長。 折しも活動中佐が戦死してしまう。このため一個は野印に乗じて攻撃する方法に切り替える。22日午前0時、各隊は一斉に足をかけるが、ロシア軍は単小燈や照明弾で周囲を照らし機関銃を乱射して、それを阻んだ。戦闘は明るくなっても続き、交尾不評第8連隊が増援、午前10時頃。 万流三島歩類の占領に何とか成功。午後8時には、西歩類も占領した。しかしこの間戦い続けた第七連隊は、大損害を被り、確保時の残余兵力は、将校以下71名だった。ともかく第九師団は、万流三島材歩類の攻略に成功し、ここは半ば要塞の第二防衛線に食い込んだ幼地で、防大までは、約1トルだった。 第11師団の攻撃第11師団長、土屋光春中将は、司令部を第5三北令に移すが、敵の銃撃を受け、参謀2名が戦死した。不評第10旅団は、東警官三北保類、第2保類を攻撃。北保類の方は、直前に、外号が見つかり、公平隊の犠牲のもと、巨大な外号に2条の突入路を築き、部隊が突入するが、 集中砲火を浴び、突入隊隊長の本郷詳細化多くの死傷者を出し、外郷に踊り込んだ隊は全員戦死した。第二歩類の方は、占領には成功するも退却するロシア軍が放った、火が号内の弾薬に引火し、爆発、それが引き金となる周囲の歩類放題から、集中射撃を受け突入隊隊長の、 吉永詳細化死傷者が続出し、弾薬もなくなり残余兵40名はやむなく撤退。鉄上猛火の地撃に援軍を待った。わずか3時間の占領であった。膨大への攻撃の機は占領した。万流山捕類を起点として、23日、膨大への攻撃を命じた。しかし万流山捕類を占領する、第9師団の戦力は、予備兵力を含めても、 約1000名に激減しており、第1師団から不評第15連隊を応援に回し、第11師団も、東鳥冠無理山歩類への攻撃で疲弊した、不評第10旅団を応援に出す。戦力が整った各隊は24日午前2時より、攻撃を開始する。しかしこれらの突入も、情報を事前に察知していた、ステッセル中将の指示で準備を整えていたロシア軍の、 反撃で、各隊は死傷者が続出した。午前7時、最後の予備兵力の不評第12連隊第1、大隊が投入されるが要塞からの砲撃が激しく、突撃は延期された。24日午後5時、野際、総攻撃の中止を指示した。第1回総攻撃と呼ばれたこの攻撃で、日本軍は、戦死5017名。 負傷1万843名という大損害を被り、こう対するロシア軍の被害は、戦死1500名、負傷4500名だった。第三軍はほぼ1個手段分の損害を出したことになる。この頃から、ロシア軍側は、旅順港内に必速した、太平洋艦隊の海軍将兵で複数の中隊単位の陸戦隊を編成し、 艦船の中小工刑砲の一部も陸上げして陸軍部隊の増援を図った。成功法への変更第三軍は第一回総攻撃を不評の突撃による強襲法で言ったが、これは砲弾数不足で十分な支援砲撃ができない中で大本営からの速やかなる早期攻略の要請に応えようとしたためであった。しかし要塞には歯が立たず、 兵力に大損害を被った。野木は攻撃方法を再考し、成功法へ切り替える考えを固めた。これは占領した万竜山東西保留から要塞全面ギリギリまで残壕を掘り進み進撃路を確保し、不評の進撃の際は十分に支援砲撃を行う方式であり、帰化の参謀に調査や作戦立案を指示した。8月30日、 軍司令部に、各師団の参謀長と、公兵大隊長、工場法兵司令部の参謀などを招集し、正公法への変更を図る会議を行った。しかし、前線部隊の意見は、砲弾不足などを理由に強襲法継続の主張が強かった。この会議は6時間に及んだが、最終的には、野木の決断で、正公法に変更することになり、 9月1日より、ロシア軍に近接するための残豪建設を開始した。ロシア側も、万竜山ホルイを奪われたのは、痛手だった。8月30日に、ロシア軍は、コンドラチェンコ少将の独断により、万竜山を奪い返そうと攻撃を行ったが、日本軍の反撃を受け攻撃兵力の3割を、失い失敗した。9月15日、第3軍は、 対合建設に目途が立ち、兵員、弾薬も補充できた。17日に、各部隊に指示し、部分的攻撃を19日に開始するよう命令した。今回は、第1師団、第9師団が攻撃を担当し、第11師団は、全面の敵の牽制を担った。第1師団の攻撃19日午前8時45分、工場砲兵は、敵牽制の砲撃を開始。 午後一時には攻略目標である龍眼北方を水死泳両歩類に砲撃を集中した。午後五時ごろ第一師団左翼隊は水死泳第一歩類への突撃を開始した。しかし外号の突破に手間取り大損害を被る。中央隊は順調に進撃し目標の南山破山の北隅を占領する。右翼隊はこの攻撃より 目標に加えられた203高地攻撃を任される。しかしここも敵の猛者を浴びて大損害を被ってしまう。20日、苦戦する左翼隊に第9飛弾が龍眼北方ホルイの占領に成功したという一報が入る。奮起した道隊は第4ホルイへ突撃を観光しこれを占領。さらに、工場砲兵が第1ホルイへ砲撃を開始してきは沈黙。 午前11時には、水死への全歩類は、日本軍の手に落ちた。中央隊も、山頂で、白兵戦をしつつも午後5時には、南山破産を占領した。しかし203高地攻略は容易ではなく、なんとか山頂の一角を占領しつつも直後に、ロシア軍の大逆襲が始まり、午前5時には山頂を、奪われたばかりか、第2戦も奪われ。 交尾不評第16連隊長も負傷した。その後第一師団は、師団砲兵の総力を上げて203位地を砲撃し、前線に幾度となく増援を送るも道中で、敵陣地からの攻撃を受け前線にたどり着いた者はいなかった。突撃は、翌21日も行われたが効果がなく、結局は、攻撃を断念する。担当した。 右翼隊の残存兵力は310名にまで激減していた。第9師団の攻撃同士団は、右翼隊の不評第19連隊が、龍眼北方捕類正面を、不評第36連隊が、同捕類の陰口部と背後の交通号への攻撃を行う。しかし、ここでも、要塞側の反撃で大損害を受ける。しかし翌20日、 工場砲兵の支援砲撃を開始すると捕類は、芝叩く間に抵抗力を失い、午前5時には、攻略に成功する。28センチ榴弾砲の投入第1回総攻撃が、失敗に終わった後、東京湾要塞及び、芸用要塞に、配備されていた、旧式の対艦攻撃用だった28センチ榴弾砲が、戦線に投入されることになった。 通常はコンクリートで砲画を固定しているため戦地に設置するのは困難とされていたが、これら懸念は工兵の努力によって克服された。28センチ榴弾砲は10月1日、旧市街地と公安部に対して砲撃を開始。20日に占領した南山破産を観測点として湾内の艦船にも命中弾を与え損害をもたらした。しかし、 艦隊自身は航海回戦ですでに戦力を喪失しており、この砲撃も劇的な戦果をもたらしたわけではなかったが、要塞攻撃にも効果ありと判断指砲を増やしていき最終的に18門が投入された。対合建設の再開と砲弾不足この戦いでの損害は、日本軍は戦士924名、負傷3925名、ロシア軍は 戦士約600名、負傷約2200名だった。24日より、各部隊は攻撃目標に向けての対合建設を再開したが、敵に近づくにつれて相手からの疎外攻撃が激しくなり、工事は停滞する。それでも、各士団の奮闘で突撃陣地の構築を18日には完了する。これを受けて、第3軍は再度の総攻撃を決断した。 当時は28センチ榴弾砲の追加装不分が準備のできる10月27日頃総攻撃の日と考えていたが各砲の砲弾の不足が深刻化しだしていた。野際大本営に一門三圧発の補給を要請した対合建設の再開と砲弾不足が補給を受けることはできなかった。また10月16日にはロシア第二太平洋艦隊が リバウコを出港したことを受け、野木は、砲弾不足を承知で、第二次総攻撃を行わざるを得ない、状況下に置かれた10月18日、第三群馬に辰山ホルイと、松木山ホルイの同時攻略計画を打ち立てた。双方のホルイは密接な関係にあり、攻撃区分では、第九師団が担当であったが、戦力の余裕がなく、松木山ホルイ攻撃は、 1> 第1師団が担当することにした。23日、第3軍は、各参謀長会議を行い、26日の総攻撃を決定した。第1師団が、松木山捕類、第9師団が二辰山捕類と万さ山、捕類東南の独立捕類、第11師団は、東冠山の各捕類を攻撃目標とする。この時点での主要部隊の戦力はであった。 早朝よりの工場砲兵による砲撃の後、まず第一師団、第一九師団が攻撃を開始した。第一師団の攻撃第一師団では、左翼隊の不評、第二連隊が敵三平号の動揺を捉え突入しこれを制圧。ここから、松木山へ行動屈伸を開始する。ロシア側も行動を掘り、 爆薬を仕掛けて、日本側の行動を破壊するなどで抵抗した。29日になると、ロシア軍は、逆襲に転じ午前7時に、三平号を奪取される。第一師団は直ちに逆襲に転じて午後1時30分には、これを奪い返す。翌30日、工場砲兵の事前砲撃の後、第二連隊は、松木山歩類への突撃を開始した。 周囲からの砲火を浴びながら連隊は敵類の真下まで進出するが、外号の突破に手間取っている間に大損害を被りやむなく撤退する。そのため外号外岸からの行動作業に入るが、攻撃準備完了まで期日を要することになる。第9師団の攻撃第9師団は、右翼隊の不評第19連隊が二達山歩類の射程三平号を占領し行動屈伸を開始する。 さらに左翼隊も、不評第七連隊が、万流三北歩類に突撃し、その一角を制圧する。二流山歩類では、松木山と同様にチュミドロの行動線が展開される。30日、まず右翼隊が二達山歩類の外頃の破壊に、取りかかる。しかし敵類からの集中射撃と、松木山からの側棒射撃に阻まれ、占領地を確保するのがやっとであった。 他方、一個少将が指揮する左翼隊は、万流三島捕類東南の独立捕類への攻撃を開始。午後1時、公兵隊の爆破した突撃炉を使って、不評第35連隊が突入。わずか2分で捕類を制圧する。しかし午後10時30分頃、ロシア軍が逆襲に転じ、占領部隊は将校を多数失い退却した。 ホルイカにいた一個少将は退却の方を受けると、予備の一個中隊を自ら引いて、奪還に向かい、ダッシュに成功した。一個少将の有望な活躍ぶりから、後にこのホルイは、一個ホルイと命名される。第十一師団の攻撃第十一師団は、待機していたが、松木さん、二竜さんの占領がまだなので攻撃できずにいた。しかしすでに攻撃準備が整っており、 この際は、多少の犠牲も覚悟して突撃すべしという結論になり、30日より攻撃を開始する。30日午後1時、まず右翼隊の不評、第22連隊が、東警官三北捕類を攻撃しその一角を制圧。しかし、第2捕類に向かった、不評第44連隊は、集中砲火を浴びて壊滅する。中央隊の不評第12連隊は、 第一捕類に向かう。全面の三平号を蹴散らしつつ進撃し放題も占領した。しかし周囲からの射撃を受け被害が続出し、戦線維持が困難になり、退却を余儀なくされる。31日、未だ指揮旺盛な右翼隊は、外岸側棒を制圧。しかし決起に流行る一部部隊が、砲兵の支援を待たずに突撃し壊滅。 結局第11師団も東系艦山を制圧できず行動作業に移行していく。総攻撃の中止日本軍は戦死1092名、負傷2782名の損害を出すが、ロシア軍も戦六616名、負傷4453名と日本軍以上の損害を受けた。野は各師団が行動作業に入ったことで作業完了までには、 期日が必要と判断。総攻撃を打ち切った。日本軍は前半戦の作戦目的は203、高知以外は達成した。しかし後半の主要防衛戦への攻撃は、第9師団が P ホルイを占領した以外は失敗。このため日本側は、第2次総攻撃も、失敗と考えた。第2回総攻撃の失敗は、バルチック艦隊の来航に、 危機感を募らせる海軍を失望させ、要塞攻略よりも艦隊殲滅を優先し、観測射撃のための拠点を得るため203工地を攻略すべしという意見が出てくるようになる。他方第三軍の上級司令部である満州軍は当初より要塞攻略を優先する方針を変えず、そのために膨大を第一の攻略目標にすることを変えなかった。 また、膨大攻略への寄与が小さい203、高知攻略には反対だった。第三軍も2回目の総攻撃は失敗したとはいえ、東鳥冠無利山捕塁の一部や同産第一捕塁、一個捕塁を占領することには成功し、東北正面の防衛線をあと一歩で抜くことができたので、引き続き要塞正面を志向にするという立場だった。11月14日、 203公事主公に固執する参謀本部は午前会議で203公事主公を決定する。しかし、満州軍総司令官、大山岩尾元水はこれを入れなかった。大本営からの用紙にある旅順公内を俯瞰しうる地点を占領し、公内の敵艦、造兵症などに打撃を与えることを望むで、203、高地を直接名指しして命令していないことを逆手に、 一人、第三軍司令官をして、ゼマでの計画に従い英以下官に攻撃を、実行せしめ、旅順の使命を制し得るべき、膨大の高地を一挙に占領せしむるの方針を取るべし。203高地を落としても、観測点として利用するだけでしかなく、砲を備えて、敵艦を沈めるには、長大な期日を要し、目的を達成できない。 などと反論し、要塞東北方面攻略の立場を崩さなかった。総参謀長の小玉玄太郎大将も、10月までの観測砲撃で、旅順艦隊軍艦の機能は失われたと判断して、艦船への砲撃禁止を、第三軍に命じた。また、海軍のバルチック艦隊来航の脅威を、必要以上に誇張し、海軍の都合だけ考えて、 海上輸送を中止しようとする一連の動きに大使抗議した。こういった上層部の意見の食い違いは、野義と第三軍を混乱させ、第三回総攻撃案に大きく影響を与えた。11月中旬に、万流山、一個両歩類から、両側の二流山と東鳥冠山歩類の直下まで残豪を掘ることに成功し、さらに中腹からトンネルを掘り強壁と、 外岸側棒を爆破することを計画。総攻撃は11月26日と決定された。また、参謀本部も内地に残っていた最後の、現役兵士団の精鋭、第7師団を投入、部隊を第1、第9師団の間に配置し、総予備とした。各師団の攻撃11月26日、少女山歩類攻撃を担う、第1師団左翼隊は午後1時より、 外号より突撃した。しかし、身を潜めていたロシア軍の奇襲と、周囲からの集中砲火と内号の敵兵の逆襲で、突撃した兵は壊滅。午後2時50分には、外斜面に退却するしかなかった。第9次第も午後1時よりに立山捕類へ突撃を、開始した。少女山捕類などからの側車を受けて、 大損害を受けたが突入を続け、なんとか敵前100メートルの地撃に到達するがそれ、以上は進撃できなかった。第11師団は、東警官三北捕虜の胸塔2カ所に爆薬を仕掛け点火。その後不評、第22連隊が突入した。しかし、敵捕虜の破壊はわずかで白兵戦となり多くの犠牲を出す。午後1時40分には、 土屋師団長が重傷を追い陣地の争奪が激化、占領地の維持はできなかった。白出す機体の突入26日夜半、有志志願による特別死体、白出す機体が、不評、第二療団長を、中村里少将の指揮のもとに攻撃を行った。この突撃隊は、夜間の敵味方の識別を目的として、隊員全員が白出す機を着用していた。 白出す機体は午後5時に白母の中高堂を開始終結点で月が昇るのを待ち、午後8時30分、目標へ動き出した。午後8時50分、白出す機体は一斉に突入を開始した。しかし、目標の松木山第四砲台西北角には、幾重にも張り巡らされた鉄条網があり、その切断作業中に、即配より攻撃を受ける。 白出す機体は昼まず突入し、三平号を目指すが前方に埋めてあった地雷により、前線部隊はほとんど全滅。後続部隊も奮戦するが、死傷者が、相次ぎ、第一戦の三平号まで後退する。午後10時30分頃、指揮を取っていた中村少将が敵弾を受けて負傷。その後同隊は、翌27日午前2時頃まで激戦を繰り広げるも突破は、 不可能と判断され、退却となった。この攻撃は、敵陣突破に失敗し、この時点での、第三軍の損害は、約7000名に達した。しかし守るロシア側も一時2分、立つ山捕類の、守備兵は、数名になり、小さん第四砲台も、予備兵力が10名になるなど、もう少しで突破を許してしまうような状況に、 追い込まれており、ロシア側にも白出す機体の勇敢さに共担する記述が多く残されている。203高地への思考変更を11月27日未明、野際、当初の攻撃計画が頓挫したことで、攻撃目標を要塞正面から203高地に変更することを考え、敵味方を兵員消耗戦に持ち込む決心をした。第三軍参謀の白井次郎少佐は、 第一師団に203高地攻撃を打診したところ、快諾を得た。満州軍司令部より派遣されていた、福島康政少将は、この意見に反対を述べ、あくまでも、要塞東北方面攻撃を主張したが、野木の判断で203高地への本格的な攻撃が、決定される。午前10時、軍命令で、東北方面攻撃の一時中止と第一師団を、 中核とした203高地攻撃を行うことがかたつ午後5時には、大本営と満州軍総司令部に、そのような趣旨の報告を行う。指示を受けた、工場砲兵司令部は直ちに砲撃を203、高地に変更し、28センチ榴弾砲全砲を、持って、砲撃を開始した。砲兵、第二両弾は203高地攻撃に際して、 妨害攻撃をするであろう敵の核砲弾への砲撃を開始した。対するロシア軍は203高地に504名、その北東の老古溝山に1000名の兵を配し、万全の態勢をとっていた。203高地攻撃27日午後6時、28センチ榴弾砲の事前射撃により203高地の中腹三平号を破壊、午後六時二十分、第一師団右翼隊。 中央隊が突撃を開始した。敵砲台は、工場砲兵及び、師団砲兵が制圧し、右翼隊は、鉄条網を排除しつつ前進し、一部は203高地、西南部、敵の第2003ペー号の左翼を奪取した。さらに前進を続けるも、周囲からの敵の大後継砲の援護砲撃で、損害をかぶる。中央隊は、老古溝山に突撃を開始。 山頂三平号の一部を奪うが夜になって、敵の逆襲により撤退した。翌28日、第一師団は再び攻撃を開始した。右翼隊は、交尾不評第38連隊の増援を受け8時頃、突撃を開始、第二戦三平号を奪うが、死傷者が続出し、現在地の確保で、精一杯になる。友もやす団長は、 交尾不評第16連隊を増援に回し、10時30分に山頂へ突撃し頂上を制圧した。しかしすぐようロシア軍の逆襲に、あい、山頂を奪還される。それでも左翼隊は粘り強く攻撃を続け、正午頃には西部山頂の一部を奪回し敵の逆襲に備えた。一方の中央隊は203高地東北部に対する、 攻撃を意図し攻撃準備をしていたが、その間敵の攻撃を受けて、不評第一連隊長の寺田鈴類大佐が重傷を負い、間もなく戦死する。それでも旅団長、馬場命延少将自ら式を取り突撃を繰り返すも効果なく、一時は東北部山頂を占領するも、敵に奪還された。11月29日午前2時、第一師団より、 現在の師団兵力では203高地攻略は難しい胸の連絡が軍司令部に届く。これを受けて野は、予備の第7師団の投入を決意。午前3時に帰下の各部隊と満州軍総司令部大本営にその胸を連絡した。この直後、満州軍より小玉総参謀長が旅順に赴く胸の連絡が入る。午前7時、第七師団長。 大阪直都市中将が高崎山の第一師団司令部に到着し203高地攻撃の指揮権を継承した大阪は第七師団と第一師団の残存兵力で攻撃武将を決める30日午前6時工場砲兵は砲撃を開始まず不評第28連隊が山頂東北部に突入第3攻撃陣地まで前進するが 敵の猛者で釘付けにされる。西南山頂は、交尾不評第15.16連隊が向かうが、これも側者を受けて、損害を被り攻撃を断念する。老古溝山攻撃は午前10時より開始され、午後1時まで幾度となく波状攻撃を繰り返すが、ことごとく撃退される。午後4時50分、第一師団長より、攻撃再開の命が下る。 6時40分に、東北部山頂に突入し、接戦の末一部占領に成功。その後一進一退の攻防で、占領地の一角を死守することに成功した。午後5時には203高地の完全占領の方が、届き、大本営や満州軍に伝わるが誤報で、翌12月1日午前2時には敵に奪還される。夜半。 友康少将は増援の二個中隊を率いて前線に向かう旨、各部隊に伝令を出すが、その任務を帯びていた副官の野木康則将尉は、銃弾を受けて戦死する。12月1日、死傷者の収容と体制を整えるため、4日まで攻撃を延期する。正午、満州軍司令部から旅順へ向かった小玉満州軍、総参謀長が到着。 その途上、203高地陥落の法を受けたが後に、奪還されたことを知った小玉は、大千万州軍総司令官に電報を打ち、北方戦線へ移動中の第8師団の不評第17連隊を、難化させるように要請した。12月1日から3日間を、攻撃準備に当て、第3軍は、攻撃部隊の整理や、大砲の陣地返還を行った。 12月4日早朝から203高地に攻撃を開始し5日9時過ぎより第7師団不評27連隊が支出していた西南部の一角を拠点に第7師団残余と第1師団の一部で構成された攻撃隊が西南ホルイ域を攻撃し10時過ぎには制圧した12月5日13時45分頃より体制を整え 東北ホルイへ攻撃を開始し、22時には、ロシア軍は撤退し203高地を完全に、占領した。翌6日に、野木は徒歩で203高地に上り将兵をねぎらうが、攻撃隊は900名ほどに激減していた。12月5日の203高地陥落後、同地に設けられた、観測所を利用し、日本側は、湾内の旅順艦隊残余に砲撃を開始する。 各艦の大多数はそれまでの海戦や観測射撃で破壊され、要塞攻防戦の補充のため乗員、搭載火砲も陸上げし戦力を失っていたが、日本側はこれらに対しても28センチ、榴弾砲,砲砲弾を送り込み、旅順艦隊艦艇は次々と被弾した。砲弾は戦艦の艦艇を貫けなかったが、多くの艦艇は自沈処理がなされた。5日に戦艦、 ポルターバが後部団火薬庫が誘爆着艇翌日には戦艦、レトビザンも着艇し、8日にペレスベート、ポベーダの両戦艦も防護巡洋艦パラーダと共に着艇した。9日には装甲巡洋艦バヤーンが同様の運命をたどった。大型艦で生き残ったのはセバストーポリのみとなり、8日の深夜に郊外に脱出した。 この攻撃での損害は、日本軍は、戦死5052名、負傷11884名。ロシア軍も、戦死5380名、負傷者は12000名近くに達した。両軍がこの攻防に兵力を注ぎ込み大きく、消耗した。203高地からは、ロシア太平洋艦隊のほぼ全滅が確認され、小玉は12月7日に、 満州軍司令部へ戻った。脱出して、旅順郊外にいた戦艦セバストポリと随伴艦艇に対しては、日本海軍は30隻の水雷艇で攻撃し、12月15日の深夜の攻撃で、同艦は着底し、航行不能となった。水死への会見の偽将軍は降伏した、ロシア将兵への体験を許した12月10日、 第11師団による東警官三北捕塁への攻撃を開始。15日に勲章授与のため兵舎を訪れていたコンドラチェンコ少将が28センチ榴弾砲の直撃を受け戦死した。18日には日本軍工兵が強壁に取り付けた2トンの爆薬による爆破で強壁が崩壊。ロシア軍はわずか150名の守備兵しかいなかったが果敢に反撃し、 第11師団は、戦死151名、負傷699名もの損害を受け撃戦の、末夜半に占領した。ロシア側は150名中92名が、戦死するという玉砕に近い抵抗だった。野木司令部は、以降も、強壁や残豪を完全に破壊してから突撃に移る、方針を続けた。28日には、 第9師団によるに硫酸ルイへの攻撃が始まる。強壁を3トン弱の爆薬で爆破し3 0 0名の守備兵の半数は生き埋めとなるが残兵が激しく抵抗、水兵の増援もあり双方射撃戦になる。しかし不評第36連隊が後方に回り込み、それを見たロシア軍守備隊の撤退により、29日3時についに占領された。第9師団は、 戦死237名、負傷953名の損害を被り、ロシア軍も300名以上の死者を出した。31日、第一師団による松木山捕類への攻撃が始まり、ロシア軍守備兵208名のうち行動爆破で、半数が死亡、選挙したに硫酸捕類からの援護射撃もあり、後方を遮断することに、成功、11時に降伏した。 第一師団は、戦死18名、負傷169名の損害を被り、ロシア軍も生存者は103名だった。1月1日未明より、日本軍は、重要拠点である、琴山や膨大への攻撃を開始し、午後になって、膨大を占領した。ロシア軍はそれまで203高地攻防などで、予備兵力が枯渇し、コンドラチェンコ少将が戦死した中でも、 公戦意志を捨てていなかった。しかし東北面の主要捕類が落ちたことで、旅順要塞司令官ステッセリは、ついに公戦を断念し、1月1日16時半に、日本軍へ降伏を申し入れた。5日に、旅順要塞司令官ステッセリと、野木は、旅順近郊の推進へで会見し、互いの武勇や防備を称え合い、ステッセリは、野木の二人の息子の戦手を悼んだ。また、 野木将軍は、武士道精神にのっとり降伏したロシア将兵への体験を許した。この様子は後に、文部省消化水死鋭の会見として広く歌われた。こうして、旅順後遺戦は終了した。日本軍の投入兵力は延べ13万名。死傷者は約6万名に達した。旅順に入場する日本軍の絵葉書陥落後の旅順港戦艦。 レトウィザンの被害状況旅順に要塞の陥落により、旅順艦隊は無力化された。日本軍は本格的な工場戦の経験が少なかった。陸軍全体に近代戦での要塞戦を熟知した人間が少なく、第一階層攻撃では空前の大損害が生じてしまった。要塞攻略に必要な行動戦の共犯の欠如に関しては、 当時は日本だけでなく、欧米列強において、火力万能主義の時代であったため、行動戦術自体が軽視されていた。戦争直前の公平館であった、上原祐作も、行動教育にはあまり重視しておらず、むしろ前任の矢吹周一公平館時代に非常に、行動教育に力を入れていた。旅順戦においては、矢吹公平館時代の記憶をたどって、 工場協定を作成した。戦後明治39年に行動協犯が作成され、小倉に駐屯していた工兵隊によって初めての行動戦訓練が敵味方に分かれて実施された。軽量化が図られた上に毎分500連発と実用性の高い機関銃であるマキシム機関銃はこの戦闘で世界で初めて本格的に運用され威力を発揮した。 機関銃陣地からの十字砲火に対し、従来の不評による突撃は無力であることを実践で証明した。この状況を打開する攻撃法を、日露戦争後もしばらくは見出すことはできなかった。同時代のヨーロッパ各国でも、機関銃をごく少数配備していただけで、運用法も確立されていなかった。当時の日露両軍は、世界的に見ても、例外的に、 機関銃を大量配備していたが、早くから防衛兵器としての運用を考え出したロシア軍に対し、日本軍側はあくまでも野戦の補助兵器として考えていたので、初期には効果的な運用は行われていなかった。後に日本側もロシア側の運用法を応用した。旅順要塞での戦訓は欧州諸国にも積極的に導入された。 第一次世界大戦の東部戦線では、ドイツ軍が、旅順要塞攻略時に、日露両軍が用いた、対合戦術を採用。1915年5月1日から開始された、マッケンゼン構では、ロシア軍の要塞陣地を1週間で突破し、ロシア兵捕虜14万人を捕らえる、大戦果を挙げた。また、 ロシア軍の激しい白兵による反撃に対峙し、打ち勝った経験は、次第に、不評の突撃力、精神力が、最終的にすべてを決するとし、それに引い出た日本軍の誇りとする、伝統形成を生んでいった。1905年1月に、ボリシェビキの帰還士、フテリオド城で、ウラジーミルレーニンは、旅順の疾患を、ロシア戦争の歴史的な破局と位置づけた。 事実、旅順の疾患によって政府の威信は低下し、労働葬儀を禁じられ、軍需産業の増産で国使されていたサンクトペテルブルク市民は不満を紛失させた。1月22日に東急電に集まった西岸デモに対して軍が発砲し、多数の死者を出した地の日曜日事件が発生した。東京日日新聞は事件の翌日の紙面で 旅順の疾患が、地の日曜日事件の大きな原因となったと、論評している。首都で発生した混乱は、ゼネストや、農民放棄という形で、ロシア全土に広がり、ロシア第一革命に発展した。第三軍軍司令官、野木マレスケ大将ロシア関東軍軍司令官、アナトーリー・ステッセリ中将203高地から見た。 防戦中の旅順港1904年12月14日、同2006年1月日本陸軍の28センチメートル砲、日本海軍陸戦受砲隊の15センチ砲203、高地は要塞守防御船の2キロメートル外側に位置しており、ここの防御施設は全身陣地として築かれた。本高地から地形上旅順港内の全域を展望できるということは、 ロシア側も開戦前から承知していたが、予算不足で規模が縮小されたこともあり、要塞防御線には組み込まれなかった。開戦後は、コンドラチェンコ少将により補強され、総攻撃開始までに、かなりの防御を有するまでになってはいた。しかし他のロシア軍人地からも距離があり、戦闘中には、兵力投入の移動にも危険を伴うので従来。 同理ぜに新人地として運用する予定だった。しかしながら、戦闘を経て、ロシア軍は方針を変更して203高地を固守するようになり、予備兵力を次々とここに注ぎ込んでいった。日本軍にとって、この攻防戦に踏み切ることにより、ロシア軍予備兵力消耗の目的を果たした。 203高地攻防戦の終局後、ロシア側の抵抗力は著しく減衰しており、12月中旬より行われた東北面の主防御線上の攻防戦では、主要サンホルイト防大という重要拠点が立て続けに、陥落した。要塞司令官ステッセリが降伏を決断した理由は、予備兵力を消耗したことにより、戦線を支えられなくなったためである。 203高地の攻防戦については様々な見解が語られている。特に203高地の観測所としての価値を重視する見解が多い。本防御船の外から旅順港内のロシア艦艇を砲撃する場合の観測所として本高地は最適な場所であり攻略は早期に行われるべきだったとするものである。だが第3軍の作戦目的は 要塞の攻略であり、旅順艦隊の殲滅ではなかった。実際にも、総攻撃開始時点で、第三軍に配備されていた重砲は、最大で15センチ榴弾砲であり、戦艦を砲撃して、大打撃を与える能力は、持っていなかった。大本営は203高地への攻撃を、要求し続けた。大戦争司令と小玉総参謀長は、 それぞれ大本営と山形参謀総長に電報、送り203工事主公に不同意を伝えた。第一回総攻撃では、第三軍は203工地を主目標とはしなかった。海軍からこの時点で203工地攻略の要請があったと小説などで描かれることも多いが実際には、この時点で203工地攻略を論じられたことはなかった。 平坦部は移動中に敵に姿をさらけ出し被害を増す。危険があったので却下された。陸軍側の重砲は15センチ、榴弾砲16門と12センチ、榴弾砲28門だが、最大の15センチ榴弾砲もこれは、海軍の関西砲より、方針も短く所速が低く、艦船への攻撃力は劣る。第三軍司令官、野木丸助伊地知光介第三軍参謀長と、 県園の中であった、井口正和万州軍参謀が、陸軍大学校長を6年半2月から1912年11月、務めていた時期に入校し優等で卒業マイナス1912、19 12年した、谷敏夫が、後に、陸大兵学教官となった際に、日露戦争の性戦略機密戦士を表した。俗に、谷戦士と呼ばれる。 太平洋戦争後の昭和40年代に、谷選手が、君津日露選手と題して、原書房から刊行された。福島県立図書館の佐藤文庫には、思考本日露選手の旅順戦関連部分が、所蔵されている。選手研究家の長男正義が、大場二郎の日記を活用し、また、白井三宝、井上三宝の回想録などを駆使した論考を、発表している。 第三軍では多くの死傷者を出したにもかかわらず、最後まで士気の乱れや士気の低下が見られなかったという。当時の従軍記者、スタンレー・ウォシュバンの指摘では、203コーチの重要性を指摘し、第七師団を集中的に投入する方向で第三軍の軍技をまとめたのは野木であったとしている。無能論の主な根拠には以下のものがある。 単純な正面攻撃を繰り返したこと。兵力の蓄次投入、分散という禁忌を繰り返したこと。総攻撃の情報が、ロシア側に漏れていて、常に、万全の迎撃を許したこと。旅順攻略の目的は、ロシア旅順艦隊を、陸上からの砲撃で壊滅させることであったにも、かかわらず、要塞本体の攻略に固執し無駄な損害を出した、こと。 初期の段階では、ロシア軍は203高地の重要性を認識して、おらず防備は比較的手薄であった。他の拠点に比べて、簡単に占領できたにもかかわらず、兵力を集中させず、ロシア軍が203高地の重要性を認識し、要塞化したため、多数の死傷者を出したこと。小玉玄太郎が現場指揮をとり、 目標を203高地に変更し、作戦変更を行い、4日で203高地のダッシュに成功したこと。など述べられているが、最近では新資料の発見や、当事者である、第3軍関係者の証言、記録などから、上記の点に対して第一次総攻撃以降は、攻撃法を、強襲法から残壕を掘り進んで有軍の損害を、抑える、成功法に切り替えている。 北東方面も203高地のある、北西方面も、同等の防御機能を持っている。旅順攻略の目的が、艦隊撃滅が目的だったというのは誤り。また、第一次総攻撃時点で、第三軍には重砲に、そのような能力はない。満州軍の方が、上級司令部である以上責任が大である。203高地は、第二軍の南山攻略戦後から、 防御強化の工事が始められている。第一次総攻撃時点で、第三軍の12センチ榴弾砲の砲撃に耐えうる、強固さを持っていた、守備兵力も9月時点で613名だった203、高知は12月の最終攻撃時で516名で、ある。要塞北西方面は、鉄道もなく主要な道路もないので部隊転換が、難しい。 同志打ち覚悟の連続砲撃はすでに、東場砲兵司令部によって行われていた、と反論されている。他にも、陸軍が手本にした、仏独両陸軍からして、要塞攻略の基本は奇襲か強襲を基本としている。満州軍総参謀長、小玉玄太郎日本軍が203高地を、攻略したのは、小玉玄太郎が旅順に到着した4日後であった。これを、 小玉の功績によって、わずか4日間で攻略されたと、君津日露選手で紹介された。ただし、誤りも多いと、別宮団、明、長男正義、原剛などが書籍で発表している。小玉は、成功法の途中段階で大本営や海軍に、せかされ実施した第二次総攻撃には反対で、準備を完全に整えた上での、東北方面攻略を支持していた。 そのためには、海軍の要請する203高地攻略は、弾薬節約の点から反対だった。第三軍が、第三次総攻撃の際、総攻撃途上で作戦を変更して203高地攻略を決意した際には、満州軍総司令部が反対し、総司令部から派遣されていた、参謀副長の福島康政少将を、第三軍の白井参謀が説得している。 第三軍の参謀は、ほとんどが来訪当日は、小玉と会っておらず電話連絡で済ませている。小玉が、戦闘視察時に、第三軍参謀を出席したとされる話は事実では、ない。小玉は、予備兵力として置かれていた12センチ榴弾砲15門と9センチ級砲12門を、203、高地に近い高崎山に移し高地とは別目標に、 対して攻撃するよう指示した。工場方兵司令部の判断は、第三軍司令部も把握していた。近年、第三軍司令部側の資料から、小玉が、旅順で実際に、第三軍の作戦に指示を与えていたことを指摘する、研究が新しく出されている。203コーチ攻めにおける、小玉の関与は少なかったという見解もあるが、これに反する意見を、育彦が、 203高地攻め、野木、小玉対決シーンの検証の中で提示している。長岡外資会コロクをまとめ、その中で、旅順攻略戦についての感想を残している。203高地については、9月中旬までは三福に、わずかの三平号があるのみにて、敵はここに何らの設備をも設けなかったと述べ、これを根拠として、ゆえに9月22日の第一師団の攻撃において、 今一息奮発すれば完全に占領し得るはずであったとの見解を述べている。この長岡の見解を否定する意見もある。28三地榴弾砲の旅順送付について事故の関与が大きかったことを述べているが、8月21日の総攻撃失敗の後、寺内正岳陸軍大臣はかねてより要塞攻撃に 同胞を使用すべきと主張していた、有坂成明技術審査部長を招いて25から26日と、意見を聞いた後採用することを決断し、参謀本部の山形参謀総長と協議し、すでに、深海湾に移設するための工事を開始していた、同法6問を旅順に送ることを決定したというのが、実際の動きである。しかし長岡談話によると、 参謀本部側の長岡参謀次長が、総攻撃失敗の後に、同胞を、旅順要塞攻撃に用いるべきという有坂少将の意見を聞いて同意し、その後、陸軍大臣の説得に向かい同意を得たと、全く違った経緯であったように記述している。これらの見解については、現在も検証、研究、調査が続いている。旅順行為戦についての考察。 研究は、資料の発見、公開、活用により、21世紀に入っても続いている。近年においては、といった文献が発表されている。また、といった書籍も刊行されている。ありがとうございます。